よいしょ、こんにちは。おはようございます。暑くてね、なんだか、35度超えの日が続いたりして大変なんですけどね、とりあえず頑張ってやっております。出かける前にね、これね、今 7K、いろいろ見てたんですけどね、これやっぱりちょっともうちょっと出ないかなってことでね、中押し見たらこれナショナルの 36K で6がね3本入ってたんで、まあ少し垂れてきてるんで、やっぱ東芝がいいかなっていうんでね、東芝の 30K3 本買いましたね。というわけでこれで押し、あららら、やばいよねこれ。これ1ワットかな、了解しましたってね、1ワット延長1ワットぐらいですね。で押してます。これ一応倍読みしてるので、文字盤をちょっといじれなかったんで、この現状なんですけど、一応倍読みです。倍読みで、まあ、5、6キロ出ればいいかなってね、ちょっと出過ぎなんだけど、ね、調子もまあまあなんでいいかなっていう感じですね。了解しました。5キロから6キロぐらい、まあ、メモリがもう大雑把になっちゃってるんでね、なんとも言えないですけど、まあ、一応ピークで6キロ弱ぐらいかな。ちょっとね、今電気も結構食うんで、テストしてたんでちょっと下がってきてるかなとは思うんですけどね、そんな感じですね。はい、というわけでね、なんかリモコン即席でね作ってみました。リモコンでこれでね、やってください。いやー、暑い。やっぱこれテストしてるとね、やっぱさすがに熱がすごくて、暑いっすよね。暑い、マジで暑いっす。というわけで、まあ一応ピューマの最高峰 7K ですけどね、はい、はい、しっかりよくできてますね。ガラス管も輝いてますよってね。いやー、暑いっすよね。これで頑張って喋ってください。なんかバッテリーも用意したし、電気もぼちぼちやってるなんて言ってたんでね、楽しみじゃないかなと思いますね。はい、こんな感じで送り返したいと思います。出張も9月の4日でもう迫ってきているので、これで一応、あと、そうか、大船1台預かって、大船とね M2000 かやんなきゃってとこですね。はい、ありがとうございました。またアップしますね。よろしく。